はレストランで、はい、レストランですね。で、左側がずっと広間になってまして、はい、最初の方が畳の部屋ですね。座ってもいつでもできるという畳の部屋になってます。大体30人までは大丈夫ですね。で、ここから窓の口にグランドゴルフ場が見えるので、雨降った時にも避難できるという形にして、外廊下にもつながっています。ここからも大広間になるんですけど、昨日ピアノコンサートをやった部屋ですね。はい、まだ残ってますけどね。で、こちらの方にこういろんなコレクションが置いてあるんですけど、これもやはり地元の人たちが作ってる工芸品なんです。工芸作品なんですね。これをずっと作っているのは土井徳治さんという方なんですけども、はい、30代で脳梗塞になりましてですね、左手1本でこう作っているんですよ。左手1本で全部これ、自分の過去も男の子女の子とかね、これは映画、のぼうの白くっていうものから選んだものですけどもね。で、右側の方は北村西郷さんという有名な彫刻家のコピーですけども、そういうものを左手1本で作るんです。ずっとコレクションがありましてですね、四川のチビ侍でございます。これチビ侍が占い、今度これ長寿戯画ですね、有名長寿戯画のやつを用いて自分でデザインして作ったものなんです。はい、でここにはピアノが2台ありますね。グランドピアノと縦型ピアノ2台ありまして、ピアノの練習とか演奏会とかそういうものにこう使わせていただいてますね。昨日もね、チャリティーピアノコンサートやりましたけども、はい、こちらに紀ノ国秋田ということで、秋田工芸店の品物がついてますけども、たまたまこれは工芸店の作品ですけどね、本来は日展の作家さんなんです。あ、で今秋田県の新美術館の方行ってるもんですから検定のものを置いてますけど、写真にある木で作ったサクソフォン、これで日展入選もう3年続けてるんですよ。それが今度、3月いっぱいで展示会終わったらここに帰ってきます。それでこういう素敵な、ショーケースを作ってあるんですけどね、はい、そういうことにもご利用いただけます。ここにいる資料ありますけどね、森子の里の概要の説明から、花火体験の豊富山荘の事業とかですね、あれは私が長年取り組んでいるチェルノブイリの事故に対する報告書とか、福島の復興のためのアイデアなんかをね、ここで哲学で教えるということになっています。それで結局私が求めている年齢を問わない時代っていう講義が最終校になりましてね、そういうこともここで教え込むことが皆さん伝えることができます。で、ここにあるファイルがこれまで私が50年間やってきた実績、すべてテレビ新聞ラジオで報道されたことだけを
皆さんに紹介して、どうやってそういうことをやり続けられるのかということを実学で通してお伝えすると、その中から皆さんが聴講生が学んでいくというスタイルをとっています。したがってこれを真似さえすれば自分でできるということになるんですね。ちょうど20歳で始めた事業なので、ちょっと50年だったのでこういうことを始めたんです。でもし日本人であれば、この英語と日本語の資料も用意してますので、ね、両方でレクチャーできますので、英語でも可能ですよということにしてあります。でうちのスタッフはあと韓国語と中国語もできるので、そういう方もこれからニーズが多い場合はそういう語学にも対応するということで、この部屋を活用して、そういう普及を拡大を図っている。今までは政令短大だとか国際共同大学とか長谷大学の学生大半生が来てますね。はい、いいでしょ、ここも眺めにとってもいいところですよ、ね。はい、学生さんの名前をこうやって全部自分で手作りの書いて、で自分の名前をここに置いて、はい、島さん、ご意見ありませんか、ご意見ある方、島さんどうぞというふうにこうできるようにね、テーブルの上にある海外と同じスタイルで仕掛けてあります。動いてないから取って食べれますよ、それは。はい、3つのポイント、うん、はいはい、1つ目は自分に素直にで正直に作るということが1つ目です。2つ目はお客さんの情報をとにかく集めて、で自分で楽しく遊ぶように習慣づけるんです。3つ目っていうのはそのお客さんの情報によってどうやったらいいのか、そこを掘り下げて掘り下げて考えていくと問題は解決する。このような美味しい食事ができると。そうです。これがやっぱり44年やってる中での今の結果ですので、ですからこれをまず継続していくことに、ここの山荘をどう生かしていけるかということが私の仕事の一つですので、この3つです。なんかアレルギーの方も結構ね、最近では多くなってきてるかと思うんですけども、もう全部対応していただいて、私も結構大体レストラン行くと断られたりすることもあるくらいで、すごい大変なんですが、もう全部クリアして素晴らしく対応していただいて、ありがとうございます。まだ粉物がダメだとか、乳製品、卵製品とかって、はい、そういう人はね、難儀するんですよ。すごいんですよ。食べれないものは大体全てわかるから、でもその調味料になれるようなものとか、その他の本来で使わなきゃまずいものが、今回はですから大豆製品の味噌と醤油は一切除いて、塩ベースのものをちょうど持ったので、ここを来た時に実はこのベースには水増しの魚醤を作ってるんですよ。約5ヶ月でまず製品化して、で1回目の時に使わせてもらって、でそれからずっと使ってるんですよ。一般のお客さんも割とその魚のその美味しさを、うちの酒かすのうどん、まさかあのような結果になるとは思わなかったんですけど、すごいベリーグーで、すごく美味しかったです。完成したので、あとはレシピ取りをして商品化に持っていけるかな。どうもごちそうさまでした。